で、あの先ほどね吉村さんおっしゃられた、なんで日本がこの ODA をやるべきかって、はい、僕の一番 の、 あの答えはなぜその気候変動 ODA をやるかは、はい、はい、ブラジルのアマゾンでやる、はい、あ、うわ、これ吉村さん、これクイズですから。あ、クイズですか。5秒でお答えください。ちょっと待ってください。4、3、はい、単に元に戻せばいいわけではない。あのビルドバックベターって言うんですけど、より良いところを目指そうと、より良い形で戻ろうと、はい、もし金魚鉢に今僕たちが住んでると思って、はいはいはい、僕の酸素と君の酸素は違うよとは言えないわけですよ、はあはあ、いずれにしても地球全部で、あの全員にとっていい策を探さない限り我々の明日はないと。